はいどうもこんにちは、リオです。今回なんですけど、僕の友達にね、ダークネス山本ってやつがいるんですけど、まあ、その山本にね、YouTube 引退ドッキリ、仕掛けていこうと思います。で、まあ、引退するにあたって、まあ、いろいろ理由が必要になるから、ちょっとネガティブな話とかもするんだけど、まあ、あくまでドッキリの一環としての発言なんで、あまり気にせず見てもらえればなと思います。でも実はドッキリは撮影し終わってきてて、ガチで信用させるために、1時間ぐらい語り込んで、山本をガチで信じてて、反応超面白かったんで、ぜひね、最後まで見て反応楽しんでもらえればと思います。それでは本編です。おいーす。ブリーフ。久しぶり。おい、急にありがとうね。じゃあ俺は山本の持ち武器のロングブラスターで行こう。最近勝ちエリアもね、256ぐらいまで上げてる。ロングは使ってないの？ロングでやってる。あ、ロングなんや。で、今日ちょっと急にさ、ああ山本の読んだの大事な話があって。何？結構重大な重い話やねんけど。重い？そう、結構でかい決断をしたの俺は。なんで寝起きで重い話すんの？俺に。あ、寝起きなんや、今。寝起きだけど、俺。で、まぁ、ちょっとこの話結構重いというか、まぁ、なんか暗い話じゃないねんけど、ああ、まぁ結構、重苦しい感じになっちゃうと思うから。なんで、俺、朝から重苦しい思いしなきゃいけないの？そうでしょ？でしょ？嫌でしょ？そう、だから、ちょっとスプラしながら。あ、はいはい。そうそう、俺らの。緩和していくのね。そう、緩和していこうって、スプラで。はい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 。で、全然マッチングせへんねんな、このゲーム。うん、全然マッチングしないね。かそりすぎてるね、これ。ちょっとドキドキしてきたんだけど。待って切れてんけど。なんで通信切るんだよ。ちなみに結構ね、今回話す内容、実はこのカソリにも結構関与してるかもしれない。嘘でしょ。ちょっと嘘でしょ。ちょっと頭によぎったことがあるけど、ちょっと頭によぎったことあるけど、山本さんはそれを信じない。まあでも言うてね、ネガティブな内容ではない。ネガティブではない。なんなら結構ね。え、どうやろう、まあ人によって受け取り方違うと思うんだけど、俺自身にとっては結構ねポジティブな選択というか。じゃあ訳分かんなくなっちゃったわ。じゃあ訳分かんなくなっちゃったわ。え、だからもう一つしかないんだけど頭の中に。もしかしていやいややってた今まで、なんか そのこと。いやいやいや、分からんよまだ。何のことかちょっと分からん。何をやめるんや。ちょっと待って。マッチングせえへんねんけど、マジで。おかしいって。いや、やっとマッチングしたね。サーモンなんだけど、ちょっとあまりにもオープンマッチングしないから。重ための話をお願いします。まあ、ちょっと重ための話したいんやけど、ちょっとその前にちょっと山本の近況とか聞きたいな。最近どうなん YouTube。 うん、まあちょっとサーモンランを1ヶ月間サボってて、視聴者の方にずっとコメント欄で働けって言われて、真面目にちょっとキレてた。うるさいな。待って、やばい、小ジャケが超来てる。オッケー、じゃちょっとそろそろ俺の話するか。重い話やけど結構、まあ、全然あ、待って、やばい、グリル。ちょっと待って、ちょっと重い話してよ。ちょっと重い、邪魔すんな。頼む、重い話助けてくれ。やばい。ナイス、危ない。終わらん。オッケー、重い話して。オッケー、助ける。危ない。そこの分際で。ちょっと待って、グリルマジで強い。助けて。待って、山本。あのさ、サーモンランチャンネルやってるんやんな。あまりにも弱すぎない？ごめんなさい。待って、ちょっと待って、俺らクリアできない。ノルマ達成してない。ちょっと待って。マジでまずい。ちょっと待って。クリアできない。一回落ち着け。お話をさせて。待って、クリアできない、マジで。真面目にクリアできない。ちょっと待って、トレンド使うわ、全部。ナイス。死にました、僕。もう死んだけど。ノヒマニア？ノヒマニア？足りるよね。足りるけど、時間は？ちょっと待って。助けて、誰か。危ねえ。マジで。危ねえ。よし、やっと話せる。まあ、全然、予想はついてなかったと思うねんけど、結構、長いことやってきたけど、ちょっと YouTube、リオラチャンネルとしての活動を終わろうかなと思ってて。やっぱりね。やっぱりね、だけど、なんで？いや、全然予想はついてなかったよね。正直。なんでやめ、なんで？いや、まあこれが理由が、まあこれ理由がポジティブな理由なんだけど、そう。で、まず一個ね、メインじゃない方の理由から話すわ。まず理由が、やっぱ YouTuber ってさ、何数字ついてくると、結構アンチとか誹謗中傷とかが目につくようになってくるやんか。ああ、リオラは特にね。そう、俺とか結構こう、数字ついてる割に発言とか過激やから、まあより普通の人よりもアンチとかつきやすいわけ。間違いないね。そうで、まあその応援コメントとかももちろんあって、応援コメントの方が多いし、100件200件ある中に誹謗中傷が1個みたいな感じやけど、まあそれでもなんか誹謗中傷の方が目立つのはわかるやん。まあそう、リオラは特にね。おお、めっちゃ強調するやんそれ。で、YouTuber やってる人はわかるねんけど、マジで100個の応援コメントの中の1個の誹謗中傷コメントめっちゃ気になるの。ああ、まあ気になるわ。そう。で、俺はあんまり気にならんみたいな素振り出してたんやけど。あ、めちゃくちゃしてたね。人やからさ、全く気にならんわけではないわけ。俺はもうか弱い心の持ち主だったから。多少気になるやん、やっぱそういうのも。
そう気になるね。そうっていうのがまずサブの理由、はいはい、サブメインではないんだ。そうそうメインではない。でメインの理由があって、これが結構ポジティブな理由なんだけど、山本から見てさ、俺ってさ多分プレイヤーより裏方の方が向いてると思う。あーまあ確かにね。そう YouTuber としてとかより、あ確かにそう、そうかもしれない。そう運営側、コンサルだったりとかアイドルとかでも運営側、うん、ツイッターとかでもね、いろんな情報発信してるもんね。言ったらその人を育てる側の方が俺多分向いてるの。思考も結構ビジネスタイプやし、超うさんくさいビジネス系だもんね誰がうさんくさいお前でまあ実際それでさ、そのコンサルの案件とかも企業から受けたりしょって、あのそっちの方面の人と仲良くなったりすることもあんので、まあそっちの人と結構こういい感じに仕事が進んで、そういうなんかインフルエンサーを育てたりとか、企業にコンサルしたりする会社作らねみたいな話になってんのね。でそれが結構本格的に進んでて、まあ、リサーチした結果、まあ、多分いけそうやなみたいな。はい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 、はい、でまあそっちの方が、まあ、多分やけど、あの稼ぎも大きくなるし自由な時間も増えると。はいはいはい、でストレスもないから、そうそうそう、誹謗中傷とかもなしにいけるしみたいな。寂しいよそんなこと言うなよ。まあ結構ね、山本とは2人で裏で喋ってるもんね、ずっと YouTube のことに関してとか。喋ってるよ、ほぼ唯一の活動者友達でそうってなった時に、まあ、やっぱでもそっちに注力しないからさ、やるってなったら最初はやっぱいろいろやらなあかんからさ、根回しとか、まあ、もし仮にリオラチャンネルを同時に進行するにしても、まあ1年ぐらいは多分引退するんだろうなっていう、あの辞めるってなったら、まあ多分やけど今辞めるんじゃないかなと思ってて。あ、それ両立はやっぱ厳しいん？どうやろ両立。いやなんか結構でも俺の中ではもうリオラチャンネルは感無量かなと思ってて、登録者もまあそこそこ20万人とかまでいけたし、結構まあ俺のちっちゃい頃の夢でもあったから YouTuber って、まあでもそこも一個達成したかなと思ってて、でまあその子供の頃にやりたいことと今やりたいこと全然違うからさ、結局人って変わるから。でまあ俺はそれでゆくゆくお金も貯めて、まあこれちょろっと話したことあんねんけど、そのバーの経営とかもやってみたいし。あ、はいはいはい、はい、そうそうそう、そう何よりね、やっぱ YouTuber って座り仕事やんか。そうだね。そうだからあのケツが痛くなるの。あ、俺も今ケツ痛いでしょ。そうで、そのコンサルする会社作りつつ、あので、最近デスクワークとか多いやんか YouTuber とか、だからそういう、ね、あのケツ痛い人たちのためのあのお尻のマッサージの専門店みたいなのも作りたいと思ってて。なかなかとんがってんねケツ専門。そうそう、ケツ専門で行こうかなと思ってて、別に俺がお尻触りたいとかじゃなくてね。あ、ケツ専門。え、そうそう、ケツ専門のマッサージ店とかもちょっと作ろうかなと思ってて。大丈夫、捕まんない？なんで捕まんねんいやらしい前提やんそれも。活動者のために普通そのあれか、自分でそこがケツが辛いなってなったからそこを解決するっていう。いや、そうそう、やっぱこれ、そう、ニーズあるやんこれと思って。確かに、ね、え、そうそうそう、ケツいったろう思って。え、何、コンサルとケツの授業やるってこと？あ、そう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 、ケツのコンサルって感じかな。だからケツのコンサルだったの？あ、そうそうそう、ケツのコンサル授業でうまくいくと思ったの別のコンサル授業でうまくいってると思ったんだったらやめた方がいいよ。俺は友達として止める、お前を。え、無理かな、ケツのコンサル。ケツのコンサルは止めたい、リオラ。無理か、ケツのコンサル。それね、リオラに近づいた大人の人はまずい。ケツのコンサルで進めようとした大人はまずい。ダメだ。絶対20万人の方やってた方がいい、リオラ。もう責務を全うした方がいい、今の。煉獄さんはもう怒ってる。赤座来てる、もしかして。赤座来てる。お前もケツにならないか。最悪だろ、そういう文句。いや、まあ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 、ケツのコンサルはさすがに冗談やけどさ。冗談か、本当、ちょっと、本当かと思ったわ。いや、ケツのコンサルがガチなわけないやろが。マッサージならワンチャンあるから。え、どう、山本的には。成功しそう。え、その何、コンサルは何、YouTuber のコンサルみたいなことするの？とか、企業がチャンネル持ったりも最近は多いから、TikTok とか YouTube とか。そうそうそう。SNS のコンサル。そうそう、ウェブマーケティングとか。正直浮いてはいると思うよ、めちゃくちゃ。けど友達が減るからやだいや別に俺がそれ始めたからって山本と友達じゃなくなるわけじゃないやん。まあまあそうだけど、うん、なんだろうな、寂しいよもし失敗したら、実家帰るわっていう話もしたもん。あ、なるほどね、ガチじゃん、めっちゃ真剣に考えてるやん。え、山本結構さ、今さ、ドッキリとか思ってるでしょ今。いや、まあ半なんかリアルすぎて半 80% ぐらい信じてるみんなには言ってないっていうか、山本と喋るときには喋ってんねんけど、俺ってこのリオラチャンネル以外にもいっぱいそのチャンネルあったりとか、そのコンサルの仕事したりしてるのね、個人で。そうね。そうそうそう、それの延長というか進化というか。だから余計現実味があるんだよな。頑張ってほしいですね、山本は。いや嬉しいね。いやまあでもなんか山本が寂しがってくれて嬉しかったわ。まあそれは寂しがるだろ。別にこれマジでそのドッキリとかじゃないからオチとかないからさ、締められへんねんけど、まあなんか最後に視聴者に一言あれば、山本から。まあリオラチャンネルがなくなると思いますけど、動画最後に上がるのかな。これの再生回数は回ると思うので、ダークネス山本チャンネル登録よろしくお願いしますはい、登録しといてください。俺の一社山本に引き継ぐ。ガチなの？え、ガチやで、ドッキリじゃないって。やばいって。よし、オッケー、カメラ止めたわ。え、ガチ？え、ガチガチガチ。え？え、ドッキリやと思ってた？うん。そうでしょ？いや、ガチガチガチ、全然ガチ。え？
マジ？え、マジマジ。あー。めっちゃショック受けてるやん。そんなに悲しまないで。俺、リオラの配信毎回見てんのに。マジ？だってスイカゲームの時反応早すぎるでしょ、俺。確かに。か、ま、うん、だから俺 YouTube 引退したら絶対そっちの道に行こうと思ってたから、まあ、ちょっと思ったより引退が早くなったって感じ。正解だね。うん、ガッチガチの勝ちでしょこれ。え、ガッチガチの勝ちよ。もうカメラ止めてるし。いや、ほんま。でも本当なんだよな。うん、山本はこの後ちょっとしんみりした感じで、まあご飯食べに行ってもらうっていう。ガチガチしんみりやん。正解しよう。正直リオラの適性的には絶対に正解だと。ガチやん。え、ガチガチガチ。ただの反応を撮る動画じゃん。え、そうやで。言ったやん、あの反応撮りたいからっつって。言ったな。やってたことが全部なるほどってなったわ今。ああ、俺がやってきたことがね。あ、そうそうそう、このための布石やったんやって。あ、そう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 、うん、ああ手広くやりすぎやろうと思ったでしょ。いや、思ってたね。下準備なんですよ全て。まあ、また何かあったら連絡するわ。ありがとうね、話来てくれて。はい、応援してます普通に。ありがとう。ほんなお疲れやで、はい、またなんか喋ろうぜ。はい、お疲れ。よろしく。はい、というわけでここでより信憑性を増すために一回電話切ります。挨拶のシーンだけ取り忘れしたから、そこだけもう一回取りたいっつって電話かけ直して、そこでネタバラシしていこうと思います。あ、ちょ、最後に取りたいシーン、あのお世辞でさ、はいはい、いや、あのドッキリです。ドッキリかーい。なんでここまで伸ばすんだよ。いや、マジでガチ感出してと思って。キモ。一回通話も切って。キモ。ガチで引き伸ばして。あれ、これいつ落ちみたいな流れにしといてからのドッキリです。キモ。キモいよ。お母さん。え、ガチで信じたでしょ。ガチで信じた。ネタバレをするタイミング4回ぐらいあったもん。うんうん、あったね、あったね。全部ことごとくスルーした。いやー、キモ。いや、これが本物のドッキリや。うん、これ本物だわ。うん、やらせなしです、もちろん。やらせない。やらせあったら俺こんなになんか、え、えって戸惑わん。キモ。キモ。おもろすぎる、マジで。ガチで悲しんでたもん、山本。え、マジとか言ってる。だからもうほぼ唯一なんだよ。ああ、会社になっちゃうんだ。あ、僕は一人になっちゃうんだ。あ、そっかそっかと思って。いや、おもれ。よかったよ。どっちでもよかったけど、うんうん、悲しさはね、やめてほしくなかったね。やっぱ悲しいもんね。やっぱ俺レベルになるとドッキリのクオリティも違うしよ。あ、高い。あ、高いね、うん。ガチで信じ込ませるから。途中で、あ、これドッキリやって察することを許さへんから。あの、俺カメラ切った後あったじゃん。うんうんうん、カメラってか、なんか終わったわって言って、あ、ここら辺で多分ドッキリ終わるのを言ってくる可能性あるなと思ってたの。はいはいはい。だから一応なんか心の準備はしてたのね。うんうんうん、いや、やっぱりなみたいな指示しようと思ったんだけど、はい、このままぬるっと終わったから通話切って、お疲れ、通話切って俺一人で、え？え、ご飯、え、ご飯食べ、え、お腹空いてないな、うん、おもろすぎる。あー、いやー、最高の反応やった、マジで。マジで最高の反応やった。リアリティやりすぎんだもん。普段の発言内容とかからもね。もう、ああ、やられました。こいつガチなんだって。いや、ぜひね、皆さん、素晴らしいリアクションしてくれたダークネス元のチャンネル、コメント欄に貼っとくんで、多分僕、概要欄、常、結構な頻度で更新するんで、概要欄やと消えちゃうんで、コメント欄に貼っとくんで、登録してあげてください。お願いします。はい。なんか、ありますか？一言。ドッキリと分かって、改めて。あ、ドッキリと分かってね。リオラさんはこういう、やっぱりうさんくさい人なので、人を騙すのがうまいのでね、皆さん気をつけて、はい。気をつけていきましょう。はい。